うございます。まあ、何回も来ている方は、あれなんですけども、まあ、今日初めての方は3人ですね。よろしくお願いします。最初パイロンコースなのでちょっと分かりづらいんですが、最初ゆっくり完熟走行でゆっくりゆっくりこうコースを確認しながら行くと、ほとんどのコースが、必ずブレーキングポイントが青いパイロンがあって、クリップは黄色のパイロンがあってっていう、もう全部目印をつけてるんで、慣れてくるとそのパッと見たコースどこがいいか分かんないっていうのからだんだん慣れてくると気にならなくなるんで、最初はだからゆっくりで全然構わないです。クリッピングポイントまで維持していくのがすごく難しいコーナーなので、ここもブレーキパイロンが4本置いてあるんですけど、自分でブレーキングポイントを最初合わせながら走っていただいて、コーナーに進入してみてください。基本的にはやっぱりサーキットを気持ちよく安全に走るためにはブレーキの離し方とステアリングの握り方、目線、もうこれが一つのポイントなので、もうここを徹底的にここは練習してください。ブレ減速するポイント、曲げるポイント、加速するポイント、これを意識してくださいね。いきますよ。加速していきます。ブレーキゆっくり離して黄色からアクセル、まっすぐ目にね。ブレーキゆっくり離しながら黄色からまっすぐアクセル上げてくる。なるべく遠くを見て黄色に今度曲げながらブレーキです。ブレーキシフトダウン、ブレーキをゆっくり離しながら黄色、向きが変わったらアクセル、ここから黄色を意識してください。減速、ブレーキゆっくり離して黄色からアクセル、スッと抜いて黄色からまっすぐアクセル、ハードブレーキ、スッと離して黄色です。今見てると、例えば黄色見てくださいって言うと、こうなんだろうな、こう黄色が見え始めてからこう見ようとしてるんで、実際に、こういうサーキット走ったりとかスポーツ走行するときって、自分の車のこのフロントガラスの視界よりも外を見ることも結構多いです。だから本当にもうこの辺を見ながら走ることもあるんで、目線はねすごく意識してくださいね。とにかく、車的にパワーがある車なんで、闇雲にアクセルを開けないこと、向きがちゃんと車が自分の次行く方向に向きが変わってからアクセルを開けるよね。もう一回じゃあスピード上げますよ。大丈夫ですか。はい、行きますよ。黄色意識です。黄色意識、ブレーキゆっくり離して黄色、黄色意識、ブレーキゆっくり離して黄色、今度は黄色に向かって減速していくイメージです。ブレーキ黄色見る、ゆっくり離して車を転がして向きが変わりながらアクセルで、また黄色意識ね、減速、ブレーキゆっくり離して転がす、黄色、ちょっと離して、で闇雲にアクセルを絶対とにかく上げないでくださいね。はいはい。
でその黄色に向かっていく時のブレーキを離しながらハンドルを切る、その時の丁寧なブレーキペダルの離し方と目線ね、それを意識してください。あ、いや、だからもちろんそういうのもあるんだけど、この練習はむしろこの入っていくボトムのスピードを上げる練習をしてもらいたい。まず、それができれば。